あれなかったんかな。でもこんだけ取れんってなんかない気がしてきた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっとねちょっとね一旦んちゃんとおるかな。おっ、おったおった。さ、一旦ちょっとねイースターが過ぎてしまったなと思ってしれっと過ぎてしまったなと思って一旦ちょっと4月9日に戻しまして、イースターをやっていこうかなと。みんな可愛いな。あゆのさん、イースターの日に会えて嬉しいわ。卵探し頑張りましょうね。素敵ね。これすでにさ、ゲットしとった卵はちゃんと中にあるんやね。よかった空飛ぶ卵と魚の卵をちょっとすでにゲットしとったんやけど死んでた。いやでも横に思いっきりいるんすけどね。私以外の人もいるんですけどね。お、はしゃぎ出した、はしゃぎ出した。悪いんだけどよ、おめえの名前ってなんて言ったっけ。ああそうだった、アイナって名前だったな。おいおい、なんだよその目は。こんだけ話してなかったら名前の一つや二つくらい忘れちまうっつうの。俺の名前覚えててもらいたかったらインパクトある、インパクトある名前にするか、もっと話しかけてこいよな。ってか、インパクトある名前とは。今日はイースターだよアイナちゃん、卵ゲットしまくろうね。あは、ゲットしまくろう。いや、こんにちは。新しい季節を知らせに来ました。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。ちなみに着ぐるみじゃないからねねえねえ、そんなことより今日はイースターだよ。特別な日ってなんだかウキウキしちゃうよね。そんな日は外で遊ぶのが一番だから、イースターのお祝いってことで僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい。それじゃあ行くよ。卵を探そう、卵を探そう。いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある、どこにある。いろんな場所を探してみよう。分かったかな。島のあちこちに6種類の卵が隠されてるから、それを探して集めてね。建物の中とかには隠してないから外だけ探せば大丈夫。木とか岩とか土の中、空も見逃さないようにね。釣りでも見つかっちゃったりして。6種類全部集まったらいいものプレゼントするよ。それから、はい、これ。お、岩の卵10個だよ。他の卵も集めてみてね。そしてそして、重大発表。ヒューヒュー、何かな。なんとこの島にはイースターにちなんだ DIY レシピも隠されてるんだ。僕が隠したレシピを見つけて全種類 DIY してくれた人にはスペシャルなご褒美を用意してます。ってことで頑張ってね。なるほど、これはなんだ、岩の卵プレゼントされおったっけ。でもこれって結局さ、渡すんよね。あ、作りきっちゃってないですその顔はひょっとして僕が用意したレシピのアイテムを全部作りきっちゃったの。すごいや、おめでとう。そんなとってもとっても頑張ってくれた君にはスペシャルなご褒美をあげなきゃね。何も頑張ってないけど、これはあれよね、多分まあ確実に前回集めとったやつってことよね。 DIY レシピはまああれか、毎年増えることはないんやね。え、じゃあ一回クリアしてしまえばもう毎回何の労力もなくスペシャルなご褒美がもらえると。なるほど、あざす。なんとイースターの素敵だよ。じゃあ最後は特別バージョンで、せーの、ハッピー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 。最後って言われましてもね、最初なんですけど。今日はずっと祭りやってるから残りの時間も楽しんでね。参加してくれてありがとう。なんか強制的に締め出された気分。そうそう、さっき言いそびれちゃったんだけどね、もしどれかの種類の卵が1個だけ足りないなんて時は、他の種類の卵3個くれたら好きな卵1個と交換してあげるよ。交換してって僕に言ってね。で、どうした？卵持ってきた。お、どれどれ？あれれ、卵の種類が足りないよ。卵は全部で6種類全部集めて持ってきてね。卵を探そう、卵を探そう。いろんなとこに隠されてるぞ。
なるほど、6種類で1セットってことか。木とか岩とか土の中、空も見逃さないよね。もしかして今飛んできたか。そっか、この日はもうじゃんじゃん飛んでくるんだな。6種類1、なんか早くね。風が強いな。6種類1セットってさ、あれよね、めちゃくちゃ大変よね。あ、これ普通のプレゼントや。なかなか集まらんやつとかはなかったんやっけ。これはなんだ。ディレクターズチェア。あ、あれか。なるほどね。このやつや。じゃん。そしてあそこにもなってるな。お？だって6種類1セットって1種類でも集まらんかったらさ、もうなんかそれまでの残りの5種類無駄みたいな感じやん。お、え、岩の卵10個くれるんならさ、とりあえず最初はサービスで6個1セットくれてもよくない？めちゃくちゃ時間かけんと集まらん人とかおるんやないん。あつ森の中はまだ桜が咲いてるんだな。ね、もうなんかさ、今年桜咲くのもめちゃくちゃ早かったけんさ。あ、でもどうなんやろ、東日本の方はまだ咲いとんかな。なんか桜咲くのめちゃくちゃ早かったけん、もうすでに散ったんよね。悲しい。今年はお花見ができなかったんだ。一個温泉に落ちてったな。なんかね、そろそろお花見やなーと思って、で行こうと思った矢先にもうね、あのめちゃくちゃ雨が降ってさ、全部散ったっていう。つら。あ、そっか、地面こういう穴もよね。地面の卵を掘り出した。今日はありとあらゆる場所にあるからな。またなんか飛んできよる気配があるけども、これも。ん、どこから飛んできよんやろ。特に影が見当たらない。こっちか。あ、来た来たっていうか、あっち行きよる。こっちで待ち構えとけば。お、川に落ちるかと思った。葉っぱの卵20個もある。1、2、3、4、5、今5種類ってことは、あとあれやないん、海に潜るやつもあったよね。よーしゃ、行きますか。違う、よし。ってことはもう、とりあえず、あと、海のやつ1個取ったら、全然違うな。ワカメを取ってミネラルたっぷり。海のやつを1個取ったら、とりあえず、1セット完成するわけだな。あっという間やね。まあ、あの、もともと持っとった卵もあるけど。あ、でも別にこの卵はね、あれやけんね、ちゃんと、ここ最近取ったやつやけん。ずっとしまっとったやつとかじゃないけん。ナマコを取ったよ、コリコリ大人の食感。あれやな、海に潜るやつは、え、海に潜るやつってあったよね。いや、あったはず。あったはず。イソギンチャクを取ったよ、触診ちょっと毒がある。それを素手でわしづかみするやつ。どれぐらいのサイズやっけ、卵って。これ結構小さめ。
フジツボを取ったよ。実はエビの仲間だ。フジツボってあのめっちゃ気持ち悪いやつやろ。なんかびっしりね、海辺の壁とかに生えてるやつ。でも正直そんな直接見たような記憶があんまないんやけどさ。じゃどうせ取れるんならあれよね、卵以外で取ったことないやつが取れていただきたいんやけど。全然だな。なんか他のところはホイホイ取れるけど、やっぱ海のやつが一番取りづらいのかな。なかなか見つからんよね。ウミウシを取ったよ。とってもカラフル。おーっと、ポケットがいっぱい。別に逃がしても何でもいいんやけど。どうせどれも寄贈するわけじゃないからな。全部、もう取ったことあるし。あ、待って、これ出ていかれるパターンやない。いや、でも近いか。わかめ。いや、これはもう、はい。おいっと。え、全然ないけど。え、海ってなかったっけ？あったよね。釣りだけじゃないよね。確か。いや、あったはずだよ。確かにね、多分前回も、潜るやつが、一番取れんかったような気はするんやけど、あれなかったんかな？でもこんだけ取れんってなんか、ない気がしてきた。え、こんだけ取れんならない気がしてきたぞ。だってこんだけ取ったら多分ね、一つぐらい卵のはずない。違ったんかな？私の記憶違いかもしれない。息が続かねえ。お。人で。じゃあやっぱり違うのか。釣りかな？釣りのみか。潜って取るやつってイースターじゃなかったんかな？わからん。わからない。さっき逃がしたやつじゃない？位置的にもこんなもんやったやろ。ちょ、待って。地面、葉っぱ、岩、空飛ぶ、魚。他に何がある？え、他何がある？え、わからねえ。え、他何がある？空、魚、葉っぱ、地面、岩。あ、多分海はもう違うか。私は今一体どこにいるんだろうか。私は今一体どこにいるんだろうか。ちょ、あっち側から上がるか。よいしょー。いや違うな。この辺じゃない。ここではなかった。なんだ、あと何の卵があるんだ。そしてあっち側の岸は一体どこにあるんだ。すごい、なんか毒々しい蝶やね。実際に見たことないけど、あんなん飛び寄ったら嫌やな。しかも結構な大きさやん、なんか。ゲームやけん、その辺はそんな正確に大きさできてないかもしれんけど、ここから上がれるっけ。上がれねえ。でもまあ、フラミンゴが見えたけん、もうちょいやね。え、あと何ですか？
何の卵ですか？ふぅ、あと何の卵がある？ヤッホーアイナくん、今日は楽しいお祭りイースターだからね、卵集めまくっちゃうよ。でしでしでし。あ、でもこれあれか、卵交換するってやろっか。そしたら何の卵が足りてないんかわかるやろ。でもってあと1種類やけん、それで集まるし、とりあえず1回は集めたいよね。どうも、卵を探そう、卵で作ろう。ん？どうした？交換して。お、卵の交換だね。どの卵が欲しいの？魚、空飛ぶ、地面、他は？あと交換できるのはこの3つだよ。どれがいいのかな？岩、葉っぱ、ウッディ。え、ウッディな卵って何？どうやって取るやつ？葉っぱとどう違うんやろ？ウッディな卵。オッケー、ウッディの卵が欲しいんだね。代わりにどの卵を3個くれるのかな。じゃあ葉っぱで、はい、じゃあ交換。ん？君ポケットがいっぱいじゃない？これじゃあ卵を渡せないよ。ポケットを開けてからまた声かけてね。そっか、ここでは入れ替えられないのか。じゃあとりあえず、おい道端に急にディレクターズチェア。交換してください。ウッディってことは木よね。え、でも木揺らして出てくるのって葉っぱの卵じゃない？ウッディの卵ってどうやってゲットするんだ？はい、葉っぱの卵3つ。どうやってゲットするんだ。はい、ウッディの卵1個と交換してください。はい、交換。どうも、卵を探そう、卵で作ろう、またよろしくね。ウッディ木であることは確かなんよね。揺らすんじゃなくって斧で、え、でもそれってさ、え、切り倒してしまわん？とりあえずこの辺の木は置いておきたいけん、こっちのまあどうでもいいかなっていう木をやってみるか。へい。切り倒すことはないんやっけ？ちょっとなんかね、もうあんまりそういうことを私していないので。あ、出てきた。そっか、木は切り倒す、斧で切り倒すんじゃなくって、あれか、スコップで持ち運ぶんか。なんかそんな感じのことをしよった気がするな。なるほどなるほど、ウッディだ、ウッディ。何？どうした？ちょっと聞いて、あたい魚の卵をいっぱいゲットしたんだ。おお、いいね。このハッピーをお裾分けしたくってさ、アイナちゃんに5個プレゼントするね。ありがとう、そんな呼び止めてまで。いい子だな。あたい卵を見つける才能あると思うの。この調子で島中駆け回って、もっともっとゲットしちゃうよ。あは。楽しそうで何よりだよ。今休んでたでしょ。卵を探そう、卵で作ろう。ん？どうした？卵持ってきたよ。お、どれどれ？おー、確かに卵は全部揃ってるみたいだけど、君、あー、そっかそっかそっか。なるほどね。そっか、卵分のスペースは空けたけど。おい。そっか、あれは天井、何あれ？なんか2つ並んどった。卵持ってきたよ。1、2、3、4、5、6。おお、6種類の卵が揃ってる。やったね。じゃあそれぞれの卵を1個ずつもらっちゃうけどいい？どうぞ。
よーし、頑張った君にこれをあげちゃおう。イーサーのバスケットだよ。じゃあ行くよ。せーの。やった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 。それじゃまだまだイースターを楽しんでってね。ってことで、まあ、こんな感じで一通り集めました。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。横で締めよう。ちょっと待って。よし。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか海に潜ってさ、ゲットするやつもあった気がするんよ。ちょっといつまでも言うけど。あれ違うイベントやったんかな。勘違いか。